はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ベッドから起き上がる方法をお伝えしたいと思います。皆さん、ベッドから起き上がるときはベッド柵を握ってグッと起きたりとか、腹筋を使ってグッと起きたりしていないでしょうか？実はこの起き上がり方には落とし穴があるんです。この起き上がり方を続けてしまうと、お体に不具合、調子が悪いところが出てくる可能性があるんですね。ですので、ベッドから楽に起きるというか、体をうまく使いながら起きるにはどうしたらいいかというところを今日の動画では説明していきますので、ぜひ最後まで見てください。そして、初めにご案内だけさせてください。僕たちはこうやって YouTube を作ってるんですけども、YouTube ライブも行ってます。YouTube ライブではどういうことをするかというと、約1時間ぐらいライブがあります。ライブの中でコメントをいただいて、そのコメントに対して僕たちがお話をしていくと。その場でお悩みを解決できるという可能性があるんですね。もしこの動画を見てうまくできないとか、他の動画見てもなんかこう自分に合った動画がないとか、動画では解決できないことは、ぜひ YouTube ライブを見ていただいて、 YouTube ライブ参加していただいてですね、コメントいただければと思います。 YouTube ライブの、告知ですよね、見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録していただければ、ライブがある時には通知が皆様に届きますので、ぜひチャンネル登録をしてください。チャンネル登録していただいて、通知の設定をオンにしてください。はい、そこまでしていただければ、皆さんにライブの案内が届きますので、よろしくお願いします。では起き上がり方について早速やっていきましょう。はい、では起き上がりについて今からちょっと実践していきますけども、動きのコツ研究所はですね、ベッドがないんです。なのでちょっと床でやりますけども、やり方については見ていただければわかると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではですね、まず今皆様が行っている起き上がり方なんですけども、例えばこう寝転んでてですね、起きるときに足をこう持ち上げて、この勢いでこう起きる方法をとっている方とかですね、こうですね、こう腹筋の練習だと思ってこうやって起きている方は、まあ、起きれてるんですけども、おそらくこの起き方をすると、麻痺側の手とか足にすごい緊張感が上がってしまうことがあるんですね。緊張感が上がることで、やはり腕は硬くなりやすい可能性があります。で、この足を上げて起きる方法は確かに腹筋が効いてるんですけども、この腹筋っていうのは歩く時とか姿勢を保持するためには、この固定する腹筋とはまた違うんですね。ですので、この腹筋をやったから姿勢が良くなるっていうのは、うまくいける方はいいかもしれないんですけども、多くの方は難しいと思います。この腹筋をやって、腹筋の練習と合わせてこう起きると、このことで手の緊張が上がったりとか、結果は力が入るので体が硬くなる可能性があるんですね。なのでこの起き方は、肩の痛みが出たりすることもあるので、あまりおすすめはできないと。あともう一つ、こちら側に起きる側にベッド柵があってですね、ベッド柵をグッと引っ張って起きる方も、おそらく手も一緒に曲がってる可能性があります。そうすると、やはり手の緊張感が上がってしまって、肩の痛みだったりとか腰が痛くなったりとか、そういった体にいい影響が出ない可能性がありますので、この置き方をしている方はちょっと置き方を見直していただく方がいいかと思います。で、今日ここからが大切なポイントなので、見てくださいね。どうやって起きるのかと、病院でも習ったことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、手順を追って説明します。まずは、いい方の手でですね、麻痺側の手をお腹の方まで持ってきてください。すると、いい方の足で麻痺側の足を下からすくってください。
そしてこのままゴロンと横向きになりましょう。ここまでがまず一つ目のステップで、ここからなんですけども、ちょっとベッドがないので分かりにくいですが、この麻痺側の足をですね、いい方の足でこうサポートしてベッドからこう下ろしてください。両方とも下ろす。そうすると足はベッドから下にだらっと垂れますよね。そうするとこの足の重みを使ってですね、ベッド座を引っ張るんじゃなくて、肘の方に頭を持っていて肘に体重を乗せます。そうするとこの時点でもう体が少し上がってきます。ここまで来ればあとは手のひらついて体を起こしていく。この方法で行っていただくと、腕の緊張だったり足の緊張、腰にかかる負担というのも少なくて楽に起きれる可能性があります。もしこの起き方を知らなかったという方は一度試してみてください。試してみていただいて、例えば腕の緊張感がいつもの腹筋で起きる起き方だったり、手すりを引っ張って起きる起き方よりも緊張感が落ちていれば、今の私が説明した方法でやっていただく方がお体にとってはいいと思いますので、ぜひ試してみてください。今日のね、動画がちょっとでも参考になったなという方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。それとですね、僕たち先ほどチャンネル登録の話もしましたけども、 LINE もやっております。 LINE に関してはこの下説明欄に、登録の URL がありますので、ぜひ LINE 登録お願いします。あと最後にですけども、動画はですね、皆さんのお悩みに合わせて動画を作っていきたいので、ぜひこのコメント欄にお悩みの症状を書いていただければ、それを解決できるような動画を作っていこうと思いますので、ぜひ皆様コメント欄に皆様のお悩みを書いてください。そうするとそれに合わせた動画を作っていきます。それを作った時にですね、見逃さないようにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では今日はこれで終わります。